思いますのでね、ぜひ子馬にも会いに行ってあげてください。それでは続きまして、今度はヨーロッパ方面、シリビリという町のダンスをご紹介いたします。そこに住む人々はとても陽気で明るく華やかです。そんな人々の様子がとてもよく現れた楽しいダンスをご紹介いたします。それではどうぞご覧くださいませ。